こんにちは、シュです。今回は L 字の被害者ヴィーナス使っていこうかなと思います。リーダースキルが光る属性 HP 1.5 倍、6コンボ以上4倍、ドロップ5個 L 字下式軽減、攻撃4倍で。今ねちょっとねネタ的に被害者って言ったんだけど、普通に強いと思う。やっぱ HP 倍率あって軽減あって指延長もあって、本当に割と L 字の中だと、いやーこれ火組めたんでもったいないね。かなり強い方になってんじゃないかな。ちなみに今言うな張ってます。なんでやべえやべえやべえ、あれ今なんで倒さなかったんですか。いや見せます、いやシューだけに見せます。これ回復の3で足りるかな。いやこれちょっとカッコつける盤面だな。カッコつけます。多分さ、回復来て、マジお願い、100あげる。よーし、よっしゃ、100円はでかすぎる、さすがに。オッケー、余裕だよ。で、あいつ出ても耐えれるでしょう。あいつ出ても。危ねえ、結果オッケーよ、結果。やっぱさ、これ3ターンで打ってんのがいいよね。スキルマが3ターンなんだよ、ヴィーナス。なんで、すげえ、この指とかね、最近、減らしてくる敵もいるから、それはすごいな。これ確か回復でもいいんだよね、十字。組むの確か何色でもよかったはず。待って、あんまり把握してない。これ、いいね。回復でもいいね。いや、だからリーダー戦の的には悪くないね。悪くない。被害者ほど被害者じゃないけど、まあ正直使いづらいっていう点は、でめっちゃ火力出るよね。これ L 字1個でよかったね。L 字1個なら、すごいなんか L 字枠、裏異形の存在とかであざ通すか出るとめんどくさいから、1個ならすごいよかった。で、もう1個なんか強覚醒みたいのつければ、マジ熱いなと思ったんだけど、これどうすっかな。あ、待って、やべ、一応落としてはいる、落としてはいるけど、いや、足りてらっしゃる。いやー、足りねえか、いや、超カッツ。なんか今日ね、パズドラの、ちょっと強めの降臨ですよね。なんだっけ、名前忘れちゃったんだけど、武器が強かったね、武器が超強くて、ジャバボックみたいな。武器がね、毒耐性、お邪魔耐性、暗闇耐性、バインド、超バインドついてんの。まあ、その分、デメリットとして HP マイナス覚醒ついてんだけど、いや、あれ強いね、あれ。マジ強いなと思う。で、1個でいいかなっていう感じある、正直。その複数体はいらないかなっていう感じ。で、逆に言うと1個は持っときたいね。1個はすげえ欲しいなっていう感じがある、あの武器。マジで強いと思う。なんで、1個は、で、何がいいかっていうと、武器ってね、スキル上げ別にしなくてもいいこと多いじゃないですか。逆にスキル上げた方がいい武器ってありますかね。なんかあんまり上げなくていい武器が圧倒的に多い気がする。なんでそのスキル上げのめんどくささがないのかなっていう感じは私思ったんですよね。いやーこれいけないかな、どうだろう。まあ属性の有利でいけるかも。こいつは割とすげえ硬いんだよ。いって、いやいいね、わかんないけど誰かのキラーがすげえ刺さってる。でアポロンやめて、エルメドラカー。エルメって3種類だよね。なんとかとなんとかのなんとかいたんだけど、ヴィーナスは基本的に打ってた方がいいね。指延長あるんで。でこれあんまり色見てなかったけど、わ、6回所もあるんだ。5個の色を L 字します。その方がねあまり的にいいからね。私ね昨日ね家にねカメムシ出て一人で騒いでて、はい、いやーちょごめんなさい、一人で騒いでて、で昨日ね2匹存在してるとこまでは動画で行ったのかな。で夜中3時ぐらいにもう3番目の資格出てきたんだよね。3人目出てきたの、カメムシ。マジ一人で家で暴れてたよね、夜中3時。うわやべやべ、どうしようっつって、どうしようここマジやばかったね、マジでやばかった昨日。で今日速攻病院じゃねえや、あれ言ったよね、なんだっけ、 L 字は組めてるね、カメムシ撃退道具言って店員さんに聞いたの、カメムシ倒したやつありますかっつって、そしたらないって言われたんだよね。なくて仮にゴキブリ倒すやつ買ってきて、でそれをね家の周りに撒いといた。なんでなんか意味はねないよりはあるみたいなこと言ってたんですよ。どうしよう、
よし、ここで倒します。で、これ回復によって知りたいね。これドロップね、数えてからやった方がいいんだけど、私いつもフィーリングでやっちゃうからね。お、いいね、うまい。あー、でもこういう場面ね、火分割できたもんね。ちゃんと色数えてると闇のあれだけでよかった。いけんじゃ、いや、いけないわ、これいけないわ。7コンボ出ないといけないわ。まあまあまあ、うわ、ゼラになんか溜まったな。あ、ゼラだわよかったわ。ゼラにゼラ継承してた、ゼラ武器。ここでこうします。7コンボないときついね、正直。はい、1,2,3,4,5。そう、これがね、ちょっとやりづらいよね。 L 字リシェリーダーコンボしづらいっていうのと無効貫通の組みでさ。うん、で、いつからだっけ降臨。明日かな。今木曜なんだけど、金曜日にね、その新降臨の、いやだ、バジャバックみたいな来たはず。で、こいつね、 HP ある程度切ると闇吸収あるんだ。なんで根性だけ外すラインまで行きたい。闇吸収はね、ニョツキ、キサラギが切って、よし、ここら辺でもう行っときたいわ。あれ呼びます。光呼びます。光呼んで、光お願い。で、これ使う。お、光落ちやすいのなくなってる。あれか、椿だっけ、スミレだっけ、楓か、に浮気されたのか。うわー、これ持っていけるかな。お、見て、色がちょうど水しかない。5個あんの。たまにあるよね、こういう偏りみたいな。うわー、これ落ち込んに割とかかってる。多分無理なんじゃないかな、落ち込んないと。はい、いや、割と落ち込んゲーだと思います、これ。まあまあまあ、7コンボ出てないなら逆に OK。 やべ、闇吸収ある。いや、よくねえな、よくねえな。全然よくねえな。はい、OK。これで 75% 軽減終わるんだよ。うん、ここでいきます。5個あるのが、緑しかないのか。緑以外ないよね。では、どうでくも結構難しいな。待ってね、ちょっと難しい。ここでこれ組んで、あー、やべ、ちょ、ミスったな。これあんま良くないでございます。いやー、ごめんなさい、下手だね、これは。よし、いけないんじゃないかな。オッケー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 。お、次、追撃とあるある。モアがいい。モア。これ色盤面変えてきたような気がするけど、気のせいだっけ。変えてきた。もったいないね、今せっかく色あったんだけど。お、すげえ、これ爆弾の許しもあんだもんね。なんか史上初じゃ、いや、史上初じゃないな、爆弾の許しってあんま見ないよね。で、ここで色貯めます。いや、削りに行ってもいいか。これでちょっと消して、根性削ろう。爆弾の L 字で、あ、これ根性消える。いや、この落ちやすいのマジ強いね。なんだっけ、名前出てこねえ。闇の落ちやすいの、なんだっけ名前。ヒエだ。ヒエとかこのシリーズマジ強いなと思う。これ使うわ、三色陣。三色陣使って、色が1、2あんのか。これね、半分切るとね、この子確かね、コンボ吸収やってくんだよね。なんでさすがにコンボ吸収はやばすぎるんで、はい、コンボ吸収来ない感じでいきたいっす。1,2,3,4,5,6,7個ね、課長。私の、いやー、コンボ吸収来るね、これ。もったいない、もったいないっていうか、私の純粋な下手。コンボ吸収来たはず。7でもね、8出さないと厳しいんだもんね。8は私出せる自信が正直ないんですよ。どうしようかな、ここの倒し方。落ち込ん、ゼラが残り4ターンなんだよ。まあ、ゼラ待つって言っても全然ありだよね、正直。よし、ゼラ溜まった。いや、ここでいけないときついよね。おー、それはやめとくわ。それはやめとくわ。これはちょっとやばいでしょ。L 字軽減だけ貼って。お願い。うわー、これ怒られるやつだ。これ、組み方下手くそって言われるやつだ。これのいい組み方がわかんねえ。私のセーブ、いや、でも悪くないね。なんか盤面が良かった。1,2,3,4,5,6。ちょ、今盤面に助けられた。割とすげえ組みやすい盤面だった。危ねえ。強すぎ。で、次ですよ。いやー、ここやばいね。ここ、リダチェンからのダメージがあるの。やべ！あ、オッケー、全然耐えれんだね。これ恐れてた。
ね、これ割と削るかもしれない。ちょっとミスったんだけど。いやーですよね。割と削って、指短縮とか食らってきたはず。なんで意外とこの、トキメガミキラーかもしれない。トキメガに割と完璧に対応してるよね。で、撃っちゃえばいいもんね。この指延長。よし、ここで倒します。倒せなくてもね、覚醒無効が飛んでくるんで、全然倒せなくても OK。こうか、うますぎ。どうだろう、全然倒してもおかしくないと思う。落ち込ん !1 個、2個。いや、ギリ残るかな。まあ、ギリとどうでもなかったけど、で、次で押そう。倒そう。今、あれだったもんね。50% 軽減でこれだったから、多分何もない状態なら、持っていけると思うんだよね。こんなんでいいでしょう。いけ。うん、いったんじゃないでしょうか。よし。